前田氏です。今日はですね、皆さん一度は聞いたことあるであろうデッドストックについてお話ししたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、皆さんデッドストックという言葉を聞いてですね、何が頭に思い浮かんでるでしょうか。昔ね、販売されてた商品、の新品の洋服とか、あとレアな商品とか、まだ高いんじゃないかとかっていう、この辺が多いんじゃないかなというふうに思います。デッドストックっていうのはですね、実は、昔の売れ残り商品であったり、あと商品管理が行き届いてなくてたまたま残った商品というのがデッドストックというものに当てはまります。はい、まあ、なかなかね、売れ残り商品とかっていうのはパッと見ただけですぐわからないとは思うんですけども、普通にデッドストックっていうのをね、直訳すると死んだ在庫みたいな形になりますからね。はい、まあ、なんでね、あれがレアになるのかっていうのは不思議に思われる方ももしかしたらいるかもしれないですけどね。うん、まあシンプルになんか今ないものがか、なんか何、タイムカプセルみたいな要素もあるんかもね。はいはいはい、ああ、その表現いいっすね、タイムカプセル。当時さ、別にそれに価値がないけど、とりあえずなんか気に入ってるもんやから入れとこうって置いたものが、後々なんかすごいそれに価値を感じるというか、確かに、うん、なんか人の不思議ですよね。はい、まあ、あとはね、その過去に売られてて、その当時は全く人気がなかったけど、まあ、時間が経つにつれて価値が増してきたりとか、あとめちゃくちゃ値段が高いアイテムがあったりするんですけど、まあ、だからね、そのデッドストックイコールレアっていうイメージがついてる人は、そういうところ、そういう観点から感じられてるのかなとも思います。確かに、それこそなんか昔はリーバイスの、まあ、今でいうヴィンテージモデルのデッドストックとかが、うん、数千円で買えたっていうのも聞いたことありますし、うん、まあ、今やったら普通にでも何十万、高いものとかで何百万とかするのにね、うん、ほんまにな、どこでどう覆えるかがわからんと、全くわからん、当時全然レアじゃなかったのに、確かに、デッドストックとしてこの世にまた生を受けて届いてから価値が出るっていうケースもあったりするんでね。まあでもなんかシンプルに何十年か前のアイテムが新品で残ってたら男心はくすぐられる、くすぐられるな、ね、なんかアメリカのアイテムとかやったら、うん、タグの感じとか、うん、なんかヘインズとかやったらパッケージがあるんですよ、うん、そこに入ってるそのパッケージが、うん、なんかもういなたいアメリカ製のなんか、うん、絵描かれた男の人こんなやってる絵とか載ってんのか見たらなんかこんなやってやってるそうやってあそこでねやってますこんなやつねとか見るとなんか、あ、今やったらこんなんないなって思う。まあ確かにな、まあ、折れ曲がったシワシワのタグでとか、あと英語表記でみたいな、なんかその年代を感じるし男心をくすぐられる。だからなんかチャンピオンのさ、ヴィンテージとかデッドストックとかでもなんかタグで年代を判別したりとかする、なんかそういうところにやっぱりなんか男心をくすぐられるんかなと。はい、で、あとはこう、いつの年代からどの定義でデッドストックになるねんっていう風に感じられる人も多いと思うんですよ。まあ、例えばその3年前とかの売れ残りが出てきたとしても、それでシンプルになんか売れなかった売れ残りやと思うし、何のレア感ないと思うんですよね。ただその正直デッドストック、まあ、ヴィンテージもそうなんですけど、明確な定義ってのはないんですよね。ほんまにない。うん、なんかヴィンテージアイテムやったら例えば30年以上前のものはヴィンテージになるよって言われたりもするんですけど、ただ70年以前のアイテムがからがヴィンテージやっていう人とかもいるし、ほんまにね、まあ、いろんな定義があるからはっきりした定義ってのは、うん、ないんですよね。だからもう自分がヴィンテージやと思ったらヴィンテージでいいと思うし、デッドストックと思ったらデッドストックでいいんかなと思うんですよね。ある程度その30年以上前とかやったらあったりしますけどね。まあね、でも僕たちの価値観的にはなんですけども、まあ、デッドストックは大体2000年前半ぐらいまでのことを言う指すのかなとも思います。実際まあいろいろ調べてみたところで、そのデッドストックの定義っていうのがなかったんで、ナイス。だからこれもあくまで僕たちの価値観として参考程度の一つの基準としてね、まあ、2000年前半ぐらいのものが新品で見つかったらデッドストック。いやでもさ、例えばじゃあ2010年11年前のやつがたまたま俺らの目の前にパンと現れたら、うおーデッドストックやんって言わんし、まあ、一応ね、まあ確かになんかそれこそ裏腹とか言って言うて比較的新しいムーブメントじゃないですか、うんうん、その当時のだから T シャツ、うんうん、デッドストックが見つかったらウォーってなるし、なるよな、だそれぐらいまで、うん、なんかな、一応アナログ時代と定義されるところぐらいまでですかね、今やったら、うん、まあ2000年前半ぐらい、前半ぐらいまでかなという感じでございます。はい、はい、ということで今日はデッドストックについてお話しさせていただいたんですけども、あんまりはっきりした定義がないんで、
うん、なんか皆さんの僕の思う定義みたいなのがあればコメント欄にいただければ。知りたい、そういうの、うん、いや僕はデッドストックはこれぐらいからデッドストックって言うんじゃないかなとか、あとは僕らがさっき挙げた、まあ、例以外にもこういうのデッドストックって言うんじゃないですかみたいなこととかあればぜひコメント欄までお寄せくださいって言っても、まあコメント欄大体いつも2個ぐらいなコメントの方よろしくお願いします。お願いします、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。